ります。マリーンズはご覧のようなオーダーとなっています。荻野が入ります。先頭バッターとしての仕事をしたいところ、際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。低めきました。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターは2番に入っている根本。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上江夏、そしてキャッチャーは藤井。このバッテリーをマリーンズ打線がどう攻略していくか、西さん、この辺りいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。アウトコースは外れます。ここは高めのボール誘ってきましたが手を出しません。低めは外れました。3ボール2ストライク。インサイド落ちました。わずかに右に切りました。ファールボール。アウトコース打ちました。アウト、ツーアウト。バッターボックスには3番井口。ツーアウトランナーありません。初球はストレートから入りました。スピードボールを持っています。変化球タイミング合いません。ノーボール2ストライクです。ボールになります。打ちました。痛烈な打球、わずかに左に切れました。ファールボール、外れました。インコースわずかに外れた。3ボール2ストライクです。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。2アウトからランナー出ました。千葉ロッテマリーンズです。2アウトランナー1塁。バッターボックスは4番今江。ヒットでランナーを1塁に置いています。打ちました。取りました。2塁送球、セカンドフォースアウト、3アウトになりました。ランナー出ましたがマリーンズ得点はありませんでした。1回終わりました。1回の裏、これからカープの攻撃が始まります。カープはご覧のようなオーダーとなっています。丸が入ります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。最初は変化球できました。ボールになります。
打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター出ました。カープノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている菊池。ヒットでランナーを一塁に置いています。いきなり牽制セーフ。ランナースタート。ヒットエンドランセカンド取る。二塁は無理。一塁送球アウト。ワンアウトです。これは進塁打になりました。ワンアウトランナー二塁になりました。カープランナーを進めています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。低めの球外れています。低め外れました。強い打球、ぐんぐん打球が伸びている。伸びて、これは届きません。ヒットになる。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。カープ1点返しました。4対1、カープ3点差まで追い上げました。今のバッティングご覧いただきましょう。甘いボールは逃しませんでした。エルドレッド、カープ点差を縮めてきました。西さん、まあ、ここはランナーを返しておきたいですね。うん、まだ初回ですからね。焦らず確実にね、点を返していきたいですよね。そうですよね。4番の仕事を果たしたい場面。外わずかに外れた。ボールになります。際どいところ、これはボールになります。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。インサイド落ちました。ファウルになります。空振り三振。チャンスに打てず三振です。ツーアウトになりました。今の投球ご覧いただきましょう。バッターボックス松山。ツーアウトランナー二塁です。西さん、ツーアウトなんですがランナーを返しておきたいところですよね。まあバッターにもね、プレッシャーかかってると思いますけどね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。低めは外れました。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。このチャンスの場面、空振り三振です。スリーアウトチェンジ。最後はピッチャーの得意球で三振を喫しました。しかしこの回カープ点差を縮めていきます。1回終わって4対1、カープが追い上げています。